CLC とは、韓国、対香港出身の7人組女性アイドルグループである、キューブエンターテインメント所属、2015年デビュー。グループ名の CLC は、水晶のように綺麗で透明という意味を盛り込んだ、クリスタルクリアーの略語である。いつも鮮明な光を放つクリスタルのように、変わらない魅力を持ったチームとして成長していくという、思いが込められている。 公式ファイクラブ名は、チェシェアーチェショである。CLC のデビューから、今まで使用されてきたのが、猫のマークということもあり、童話小説に登場する、チェシャネコが由来としている。常に、笑顔の人という意味が込められている。キューブエンターテインメントから4ミニット以来5年ぶりに、デビューする、ガールズグループであり、初の多国籍グループでもある。タイ人メンバーのソンは二0 1年に、 オーディション番組 K-POP スターハントで優勝し、キューブの練習生となった。ユジンとスンヒは、キューブボイスプロジェクトの一環として、パフュームという楽曲に参加し、クレジットには、キューブガールズと紹介された。またスンヒは、ビトゥービーのソンジェと共に、ドラマ、旧役少年の挿入歌、キュリアスを歌い、ビトゥービーの二度目の告白のミュージックビデオにも出演した。また、 グループとしてはジーナの、シークレット、ビトゥーのーの、ビープビープのミュージックビデオにも出演した。CLC はデビュー前より発達障害児を支援するため路上ライブを通じたボランティア活動を行っており、また広告モデルとして得た収益金の一部数千万ウォンを寄付に充てた。2015年3月9日 SNS を通じてデビューイメージを公開した。10日には キューブの YouTube 公式チャンネルとメロンの CLC 公式チャンネルにて彼女たちのボランティア活動の様子を描いたドキュメンタリー動画を公開。15日には広大前で路上ライブを行い、18日には高層堂アックスホールでデビューショーケースを開いた。2015年3月19日にアルバムファーストラブとタイトル曲ペペのミュージックビデオを公開し、 M カウントダウンに出演してデビューを果たした。アルバムの制作には人気作曲チームにダンヨコゲリなどが参加し、ペペの振り付けの一部はレーンが言った。4月16日には新曲18を発売。5月28日には2番目のアルバムクエスチョンを発売。2021年2月3日、専属契約の満了に伴うエルキーの脱退が発表された。 ミニアルバムシングルデジタルシングルミュージックビデオ OST ユナイテッドキューブプロジェクトソロ曲デジタルシングルミュージックビデオミニアルバムミュージックビデオありがとうございます。